はい、どうも、コミーです。さて、本日はですね、こちら、ポンコスのボンクラからお届けしたいというふうに思うんですけども、まあ、今回は、攻めの解説動画的なやつになります。で、これね、生放送とかアーカイブご覧になった方は、私のものすごい、ひどい、攻めをご覧になったかもしれないんですけども、ヒーラーをね、使っちゃいけない。あと、ボーラーもですね、バンするというルールの中で、やった対戦だったんですけども、まあ、普段ですね、ボーラーとヒーラーめちゃくちゃ多用していて、それを使えなくされた瞬間にもう攻め手がほとんどなくなったっていう、まあ私に対して、他のメンバーの方、すごいですよね。ケイスケさんなんてもう星6をもう何度このボンクラで、撮ってるんだとか、あとは、綾瀬さんも1回目は、93% でしたけども、2回目はしっかりと 100% 取ってくれるとかね。やっぱりその上手い方っていうのは、かなりその、攻めの、幅っていうのがものすごい広いんだなっていうのを改めて感じました。で、これっていうのは本当ちょっとね、私自身も、考え直すところがあって、一個の戦術をすごい突き詰めたんですね、これまで。なんですけど、それっていうのは、まあまあ、確かにまあそれはそれでいいと思うんですよ。ただ、ある一定のレベルまで来れたと自分で思ったら、いろんな攻めを試してみるのがいいかなっていうふうに思いました。そうすることによって、なんていうのかな。ちょっと変わった区画とか、ここちょっとこういう風に潰したいんだよな、みたいな。そういうアレンジを加えようとした時に、このユニットを使ったらどれだけそれが伸びるのかっていうところがね、しっかり分かってくるとか、その感覚的なところが身につくと思うんで、やっぱりね、そのいろんな、ことを、まあ、特に通常の野良対戦なんかは試してみて、まあ、リーグ戦だったり、まあ、大会とか、そういう時には今までのその月、培った、まあ、技術とかね、をこう結集して自分の一番得意な攻めっていうのを、まあ、最高の形でぶつけていく、というような、普段の回し方がいいのかなっていうのを改めて今回感じました。まあ、しばらくですね、私自身ちょっと食い火とかお手火、まあ、ヒーラー系を使わずに、攻めるような練習もやってみようかなっていうふうに思いましたね。で、本日ですね、お届けしたいのは、ケイスケさんなんですね。ちょっとね、これもしかしたら、ビジネスの邪魔になるかもしれないので、ケイスケさんに消されちゃうかもしれないですけども、ほんとね、うまいんですよ、これが。ちょっとやばいぐらいで。で、この、コツっていうのもちょっと私なりにちょっと今回ですね、考えてみたんで、まあ、それをお話しさせてもらえたらなというふうに思います。ケイスケさんの戦術っていうのは、いつも変わらないんですね。基本的にはこれでいってます。ただ、その、成功率がめちゃくちゃ高いんですよ。これ、イエティと、ネクロマンサーを使った、メン攻めですね。まあ、俗にサービス終了とかいう言われ方もします。まあ、これはドバッと出すから、まあ、そういう風に言っていて、細かい組み立てをしないように見えてるんですが、実は、ケイスケさんが使ってるこの戦術のパターンっていうのがめちゃくちゃね、合理的だなっていうのをちょっと私思いました。まあ、ここまでですね、ちょっともうすでに攻めが始まっちゃってるので、今更感はありますけども、ここですね、イエティを、2体に、ウィッチ。まあ、あれですね。ネクロマンサーのことウィッチっていう。これを3体こっちから出していくんですね。で、同じように、ここからも出していくんですよ。イエティ2体とネクロマンサー3体。これをまず両側から出します。で、次にですね、5秒間ぐらいちょっと待つんですね。待って、この辺の施設が削れるのを待つんですよ。ここもそうですね。ちょっと見えにくいんで消しますけど、ここが削れるのを待つんですね。で、削れた瞬間に、ジャンプを打って、残ったイエティと、あとは、ネクロマンサーっていうのを一気にこっからドーンと出していくんですね。まあ、この、なんていうのかな、パターンっていうのが、かなり、合理的だなっていうふうに思います。で、その後にですね、レイジヒール、トームを当てていくっていうところなんですけども、まあ、ちょっといっぺんに、たくさん言ってしまうと混乱するかもしれないんで、ちょっともう一回ですね、このケイスケさんのアタック、最初から見ながら、今の手順っていうのを、振り返っていきたいというふうに思います。面でドドドドッとこうユニットが進んでいきますよね。で、それを進ませるための最高の分配の仕方っていうのを、やっぱりケイスケさんも、かなりその、熟知されてるんだろうなっていうふうに思いました。まずは、最初イエティ2体の、ネクロ3体ですね。これ、ネクロ3体。で、今度反対側からも、イエティ2体のネクロ3体をこう出していくんですね。まあ、この出し方がちょっと独特でしたけども、多分ここは、あれですね。もう、この、攻め方を熟知してる経歴さんだからこそやる、まあ、
間の取り方ですよね。で、ある程度、中心部にユイットが入れるような格好を作ったら、一気に残ったイエティ、ネクロマンサーの順番、この順番大事ですね。イエティでターゲット取ってからネクロマンサー。この順番で出していくと。で、残ったヒーローと投下兵舎を一気に置いて、ジャンプ、レイジ、ヒールっていくんですね。で、このギガインフェルノが起動したところ、壊れる寸前ぐらいのところでトームをかけていくと。これも完全にパターンなんですよね。で、ここまで来たらと中央部にレイジを打って呪文パートは終了です。で、次はロイヤルチャンピオンがいつ来るのかっていう、ここに注目してほしいんですけども、投下兵舎が、体力がこうなくなってホグライダーが出てきますよね。そしたらこのホグライダーが出てきたところに見計らって、ロイヤルチャンピオンを出していくんですね。このホグの後ろ側から。多分これちょっとですね、ヒーローの能力を使うタイミングなんかは測ってたんで少し遅れたのかもしれないんですけども、でも出していくと、あ、いや違うのかすいません、ちょっとですね、これホグライダーたちが出てきたところと少し違うとこから出てきましたね。あれ、これなんでだろうな。次の攻めを見ていくと、ロイヤルチャンピオンが出てくる位置っていうのはホグライダーの後ろからになってたんで、これもそうなのかなと思いました。ここら辺はアレンジを加えてるのかな。まあ、個人的には、まあ、大ごけした自分が言うのもなんですけど、ホグの後ろ側から出していくのがおそらく定石になってくると思います。まあ、今回は、ケイスケさんあれですかね。ここをホグライダーでカットして、で、こっち側が残っちゃうんで、ここに対してロイヤルチャンピオンをぶつけていって、面で押し上げたんですかね。一気にこの2区画を潰したかったから、まあ、そういう風にしたのか、ちょっとそこが定かではないですね。なんでこういう順番にしたのか、ちょっと私も今、わかんなかったです。まあ、多分、そこは何か考えがあったのか、それとも、やっぱり今言ったように、もう少しタイミングが遅れてしまったからこちら側の下側から出したのか、そこはちょっとケイスケさんじゃないと分かんないところですね。個人的にはホグの後ろ側からのがいいかなと思いました。はい、というところでですね、今のこのパターンなんですね、本当に、4手か5手ぐらいの、ポイントを抑えるだけで、まず両側にエティ2体で、ネクロマンサー3体をそれぞれ出していく。で、ある程度第1層目ぐらいのから第今2層目までいかなくていいかな。1層目ぐらいの削りが終わったら、中央部にジャンプを打って、で、そこから残ったイエティ、ネクロの順で全部出していく。ヒーローもすべて、ロイヤルチャンピオン以外を出していって、投下兵舎もそこに投げていくと。で、あとはレイジジャンプっていうのを敵にかけていきながら、ホグライダーが出てきたタイミングでロイヤルチャンピオンを当てていくということですね。このパターンなんですよね。で、もう一個ですね、ケイスケさんが撮ってくれていた、これちょっと見てほしいなと思います。二つ目ですね。これ全く同じパターンで、まあ、ロイヤルチャンピオンを出す場所っていうのが今回ホグライダーの後ろからになっているという違いぐらいです。まずは2体3体のイエティと、ネクロマンサーを出していくと。やっぱイエティ1体でも相当耐久しますからね、体力全然減ってないですよね、このイエティたちの体力が。なんで、さらにそこにスケルトンが相まってイエティの保護をしてくれるっていう形で、もう今回は少し奥まで深くカットしないとイエティ流れちゃうんで、第2層目ぐらいですね、壁のギリギリまでここのとこカットしてますね。ここのとこですね、カットしていってます。そうすることによって残ったイエティたちの集団が全部こっちの中に入っていくという格好が出来上がりますね。入っていったところにジャンプで入れていって、デイジをかけ、で、さらにトームを使って、イーグル砲だったり、投石機っていうものの、着弾ダメージを防いでます。で、これですね、結構ギガインフェルノまで待ってしまう方もいると思うんですけども、それやってしまうと、ネクロマンサーとかが実は地味にやられたり、あと、イエティたちがやられちゃって、トームを使う対象ユニットが減っちゃうっていうケースがあるので、なるべく序盤早いうちに、ホグライダーを出していくっていうのは、すいません、トーンは当てていくっていうのは、まあ、これはすごい本当合理的だなって、これも思いました。で、今回、ロイヤルチャンピオンはしっかりホグライダーの後ろから行くことによって、ホグが全部解けるまでダメージを受けないというホグライダーが盾になってくれてますね。で、残った、ネクロマンサーと、あとヒーロー部隊っていうのがどんどん前進していって、で、最終的には着地点、この辺ですね、に向かって、ロイヤルチャンピオン、ホグライダー、アーチャークイーンが集結していくと。ああ言った形です。今回のこの配置なんて特にこのサービス終了系で取るには形が少し歪でやりにくいんじゃないかなって思ったんですよね。まあ、現にこの、ギガインフェルノが結構ですね、イエティたちのターゲットにならずに残ってしまった感があったんですけども、アーチャークイーンも外流れちゃったんで、
おそらくアチャクイでこれを打つつもりだったと思うんですけどね、中心部から。ただそれでもやっぱり押し切れちゃうっていう、まあこれはもう一つの、パターンとしてもう覚えちゃってもいいぐらいの攻めなんじゃないかなっていうふうに本当思いました。これとまあ対比するわけではないんですけども、綾瀬さんの、これもナイス全開だったんですね。非常に近しい攻めをされていたんで、ちょっと比べてみてほしいなと思うんですけども、綾瀬さんの場合は、こちら側に、キングを当てていって、こっち側に投下兵舎をこう、投げていきますね。で、それで両サイドをカットして、残ったこの、ペッカを含めたネクロイエティ部隊を一気に中央部に流し込んでいくと。まあ、こんなような格好の攻めになっていくんですけども、今回ですね、これタウンホールのレベルっていうのは4なんで、爆破後のフリーズ効果がないですね。あとまあ、投石機なんかはもうレベル最大になっていると、まあ、いうところで、ほぼほぼ、まあ、完走に近い。たださっきのケイスケさんが攻めた相手3番に比べると少し、まあ、防衛力は低いかなというところです。で、まあ、さっきのケイスケさんのですね、ネクロマンサーとかの残り方、ヒーローの残り方っていうのとちょっとこれを比べてほしいなというふうに思うんですけども、まずはですね、しっかりと両サイドのカット。これやっぱり、綾瀬さん、こういうところ本当すごいですよね。綺麗にそのカットができる。そのキングとかネクロマンサーをしっかりこう活かしながらカットしていくっていう、本当こういうところがね、私この攻め方ってほとんど熟知できてなくて、うまく扱えないのに比べて、やっぱ綾瀬さんうまいなと思うところですね。で、ロイヤルチャンピオンはキングの後ろから追従させてますね、ここですね。こんな形。で、中心部に入ったイエティたちが結構な勢いで溶かされていっていて、で、ネクロマンサーも結構割と虫の息状態になってるんですよね。で、ただまあ、それでもですね、しっかり、3パターン、中央両サイドに散らばった、このネクロマンサーとイエティ部隊っていうのが、それぞれこう、破壊を促進してくれている。というところで、しっかり前回までこう伸びていくんですけども、やっぱりですね、ネクロマンサーが結構もう虫の息になっちゃっているんですよね。最後のネクロがここで今やられていると、ロイヤルチャンピオンもかなり傷ついている。で、やっぱりですね、さっきのケイスケさんのユニットの残り具合だったり、その体力の残り具合からすると、まあ多少ちょっとね、やられているのかなという、まあ印象は受けました。なので、まあ当然このパターンっていうのも一つの形としていいんですけども、私は、そうだね、ケイスケさんの方をちょっとまずは練習してみようかなとちょっと思いましたね。あれ使えるようになっておきたいなっていうふうに、まあ、すごい感じたところですね。ただまあ、アイスさんのこの、やり方っていうのもすごい、これはこれで、合理性があって、決して、なんて言うんでしょう、こちらの方が自分には使いやすいと思った方は、やってもいいと全然思うんですけども、まあ、ケイスケさんの方をちょっと私が推したい理由は、もう完全にあれがパターン化されてるっていうところ、あとは、残るユニットの数からして、これも偶然の全開とかでは絶対ないなっていうふうに、確信が持てるので、そこに関しては、自分なりのその信頼性がよりケイスケさんの方があるっていうところですね。いやーでもまあ二人ともやっぱり上手いですよね。やっぱ配信者とかだっていろんな攻めをこう試してるからそこが上手いんですね。私、人の攻めばかり喋って自分練習しないからいけないのかな。ちょっと今回大反省しましたね。はい。で、最後にですね、ちょっとユタスカンのアタック、まあこれだけ見ておきたいと思います。全然毛色が違うんですけどね。まあ、これはちょっと、私がお話ししたかったからというところで、ちょっと、事前にお加えておきたいんですけども、ユタさんのやっぱり、この配置の多分取り方をご存知なのかもしれないですが、ですね、ちょっとこれはまあ、完全に余談ですね。今までの取材とは全然外れると思ってください。バルーン使いたいって思ってる人に、やっぱりこのユタさんの、アタックっていうのはたくさん見てもらった方がいいかなっていうふうに思いました。なのでちょっとこの私のチャンネルではあんまりユタさんの攻めないんですけども、ご本人のチャンネルとか行ったりすると多分たくさん見れると思うので、バルーンをこれからやりたいと思う人はぜひ見てほしいと思います。何がすごいってこのスーサイドパートのなんていうのかな、スーサイドっていうそのヒーローだけで攻めるパートですね。これの、使い方っていうのも当然ながら素晴らしいんですけども、それ以上にバルーンのルート作りがうまいんですよ。この時点で主要施設が全然残ってますよね、まだ。これ、インフェ3本に対空砲が3本、で、インクール砲まで残ってると。まあ、クロスボウは2機これ地上になってるんで、バルーンには、まあ、刺したる影響はないんですけども、こっからどうやって取っていくかですよね。まずは、削りを入れた、ここにこう削りが入ってるんで、
削りを入れたこの細い弁から出していきますね、バルーンを。で、ここからバルーンを出していく。さらにこっち側からもこうバルーンを追加していく流れです。なんで、このバルーンたちが、ここでこう集まっていく。で、一旦集まったバルーンたちが、よいしょ。ちょっとうるさくなったんで消します。集まったバルーンたちがこう逸れないように、ここからバルーンを押していくんですね。そうすることによってバルーンたちが、こういう道を描くように、綺麗にルートを作っていく。まあ、これね、言うほど全然簡単ではないと思うんですよ。やるとしたらめちゃくちゃ、大変なんですけども、何が言いたいかっていうと、やれるってことなんですね。まず大事なのは、こんだけ幅広い、なんていうのかな、幅広く防衛施設が残っていても、しっかりバルーンを最後集結させられるっていうところをまず、分かっておく必要があるかなって思いました。で、分かっておきさえすれば、あとはどうにかしてそれをやる自分のテクニック次第になるじゃないですか。練習の仕様がありますよね。やれるんだっていう事実が、ちょっと今回のこのユタさんの攻めを見て、ちょっと私自身こう感じたので、まあそれをですね、もう完全にこの主題とは外れるんですけども、まあ最後のデザートとしてですね、まあ皆さんにお伝えできたらなと思って、ちょっとこれ、取り上げさせてもらいました。いやー、ほんとでも練習のしがいがあるなっていうね、自分の弱点を本当に炙り出されたこの一戦でしたね。バンルールって結構、くじける方も、まあ自分自身くじけそうになったんですけど、辛すぎて。ただね、やっぱりやってみると新しい気づきがすごくあるし、まあこういうね、業界というか、界隈のトッププレイヤーが集まっている中でやるっていうのは、なおさら刺激的でしたね。まあいい、エネルギーだったり、まあ刺激をもらったんで、それをね、糧にしてちょっといろいろ練習してみたいなというふうに思います。もう少しね、私の、チャンネルも、このハイレベルな自分の攻めをね、取り上げられるようにしていきたいと思った次第です。というところでですね、よろしければぜひ今後も、ご視聴いただきたいと思います。グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。